タートしました。揃いました。綺麗なスタート。まず中をついてイングランディーで好スタートを切りました。内を回ってアルアランが果敢に上がっていって、大外からはシースルオール、内と外から2頭が行きまして3コーナー頂上へと向かいます。3番手にはイングランディーでハンマシン差がついて、エリモシャルマン4番手、5番手の圏内は固まっていますが、外からタガノマイバッハが上がってきてインコースを回っては東方支店、3コーナー頂上から下り入りました。ダンスフレームが馬群の中、ハンマシン差がついてトップコマンダー、その後には外からアクティブバイオ、そのインコースからはマイネルアンブルが追走、イエローボイス、中段後方にはシミラクル、遅れまして外大卓バートラムが外目を追走して、中段の外目各馬これから最初の第4コーナーカーブに入ってまいりました。後方集団に大卓バートラムは控えています。これから4コーナーの池垣の向こうからスタンド前に入ってまいりました。その外にはサンライズジェガー、大卓バートラムと並びの体勢になりました。ゆったりとした流れ、中段グループ固まっています。先頭争いは先頭をアルガラン抜けてリードを3馬身取りました。外からタガノマイバッハ2番手の位置に上がってまいりました。2馬身差がついてシースーオールが3番手、あとは3馬身差2頭並んでいますが、外からエリモシャルマンが追走、内を回っては東方支店の2頭、あと2馬身差イングランディーが追走して、その内を回ってはイエローボイスが行きました。内に入ったのが鶴丸ボーイ、鶴丸ボーイは後位の内々を進んでいます。1馬身差でマイネルアンブルが追走して、その圏内には半馬身差、外をついて並びの体勢になりました。ダンスフレームが追走しています。現在後方集団一段の状態になりましたが、内に入っている大卓バートラムは後方集団の内から中段のやや後ろ、その外にはシビラクルが並んでまいりました。各馬第2コーナーカーブから向こう上面へと向かうところ、先頭はアルガラン先頭で1馬身のリードを取りました。タガノマイバッハ2番手の位置、内を回ってシースルオール3番手、前3頭からは4馬身差がついてエリモシャルマン4番手、5番手半馬身差東方支店、半馬身差がついてイングランディーレが追走して、その内からイエローボイス、1馬身差内々には鶴丸ボーイが控えて、半馬審査マイネルガンブル、あとは1馬審査ダンスフレームが追走しています。その後には大卓バートラム、ヒシビラクル、6枠2頭ぴったり並んだ、ぴったり並んだ中段からやや後方1馬審査がついてサンライジェが追走している。半馬審査がついて後方からファスト立山、徐々に動いていったが外をついたトップコマンダーと大阪らはアクティブバイオ、後方集団一段の状態。3コーナー2回目の頂上から下り、ゆっくりと各馬下ってまいります。あと 800m の標識を通過しました。現在大卓バートラムは中段の位置になりました。中段の位置下り切ってまいりまして、各馬第4コーナーカーブの手前、先にヒシミラクルが動いていった。先頭争いは高野マイバッハ動いた、内を回ったアルアラン2頭並んでいる。3番手からはエリモシャルマン接近した。あとは混戦状態、やや外め大卓バートラムまだ中段の位置から、これから直線コース、先にヒシミラクルだ。第4コーナーから直線コースを向いてきた。さあ横に広がった、横に広がった、先頭は高野マイバッハ先頭だ、高野マイバッハ先頭だが、その外を回ってヒシミラクルが突っ込んできた。ヒシミラクル一気に先頭、ヒシミラクルが先頭に変わった。2番手ずっと横に広がった、外からサンライズジェガーが追い込んできた。サンライズジェガー大外ファスト立山、大外ファスト立山、大卓バートラーも突っ込んできている。ヒシミラクル、ヒシミラクルが先頭だ。2番手際どい勝負、ヒシミラクル1着でゴール、2着にはサンライズジェガー、大卓バートラーも3着に敗れています。